こんにちは。こんにちは。キャラ編。お世話になってます。すいません。エミリンことマセミです。恋したんですか？深い意味はないんですけど、今この静けさの中で急に挨拶するの恥ずかしくなるっていう子供みたいな現象が起きました。やってよって言われたら絶対やらないじゃないですか。エミリンじゃん。やって撮影のあの挨拶。それできるんだ。確かに。いつもこんなしますね、なんか子供。やってよ、ほら、いつものやつやって、やってやって。やってやって。じゃあ、いいや、もう。いいや、いいや、いいや、俺のおじさんやろ。さあ、始まりやろ。うん。あ、すいません。で、今日なんですけれども、ガストでたくさんご飯を食べながら、ダラダラおしゃべりしよう。ダラダラですって。だらだら、のびのび、自分らしく、だべろーです。だべるって方言ですか？よく言ってたんですけど、高校の時に。ガストでだべろーみたいな。はいはい、でも、こっち来たからあんま聞かないなと思って。でも多分ね、若者言葉じゃないですか。あ、若者言葉なのかな？当時の。え、じゃあ、今の若い人は、はみたいな。多分。食べる？食べるじゃなくてみたいな感じになるのかな。食べるってなんだろう。ダラダラ喋るなのかな。ダラダラ食べる。あ、え？ご作弁。マジ？え、本当に？そうなんだ。あ、じゃあなんて言うんだろう。東京の方は食べるのこと。長居しながらゆっくりと会話を楽しみましょうっていうのかな。北海道方言。どっち？何これ。で今ね、あのたくさん食べたいものを自由に勝手に注文したんで。何ですか、勝手にって。おのおのが。何曲がいるんですか。今回ね、うちら2人と目が輝いたんですけど、ガストさん、山屋さんコラボしてるんですよ。え、すごいっすね。こんな感じで。ででん。美味しそう。ピー君はもつ鍋を頼み、私はこの明太唐揚げ定食頼みました。ね、まんまと。まんまとですよ。もともとこれ、からよしのやつがコラボしてるんで、だガストとからよしがコラボして、からよしが山屋とコラボして、大きな株みたいな。虎にエミリンチャンネルとコラボして、それでも株は抜けませんです。最近、めいこ弟子の大きな株読んだんで。株見たんすか、みんなで。ガストと山屋とからよしと。なんかどんどん変わっていく感じ。じゃあ、とりあえず、正直が来るまでタイムスリープ。フィヨンシュ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 なんで戻ってきちゃったはい、というわけでとりあえずティーチが頼んだもつ鍋できたんですけど、美味しさすぎません？めっちゃ美味しそうですよ。美味しそうに撮ってくださいね。撮ってます。もっとそのもつ鍋の本来持ってるポテンシャルを生かしてあげてほしいです。生きてると思ってます。いい感じ。はい、よかったです。あ、猫来た。あ、猫、猫、お待たせいたしました。かわいい。食べましょう。あ、え、これ来ました。かわよしのハニーマスタード。これめっちゃ美味しそう。絶対美味しい。わかります。私30年も生きてたらこれが美味しいか美味しくないか絶対美味しい。これいただきます。いい音してる。ね、中もジューシー。うまです。うまですね。切った猫いただきます。絶対美味しい。いただきます。去年断食道場行ったじゃないですか。あれ去年でしたっけ。一昨年かな。あの時食べたおかゆみたいなやつとかマジでめっちゃ美味しかったんですよ。あ、ね、空腹は一番の調味料みたいな感じで言うから、うん、それは本当なんだなってのは証明されたんですけど、うん、断食後に一番最初に食べたのおかゆで、うん、ってなったんですよ。ってことは体には良くないけど、断食した後にいきなり唐揚げ食べたらもううますぎてどうにかなっちゃうんじゃないかなと思って。いや、重いじゃないですか、油っこすぎて。逆に美味しく感じないのかな、うん、なんだこの油っぽいやつってなるのかな、うん、おかゆでうまっ、固形物ってこんな美味しいんだってなる人が、うん、ちゃんと美味しく食べれるマッコさんどこだろう。寿司？いや、そうめんですね。乳麺。ああ、うん、いいとこ行きますね、うん、今度また行きたいなと思ってるんですけど、うん、今度1食目乳麺にしてみよう。何日間ですけど、断食って。前回は私4泊5日で結構頑張ったんですよ。なるほど。じゃあ1年かけて60回断食やってもらって、断食後に何が一番美味しいかって実験ちょっとお願いしていいですか。怖いっす。50パターンできるんで。怖い。普通にただ5日に1回しかご飯食べない人ですからね。そうですそうです。うーわ。じゃあ月1ですよ。12回。あ、いいかも。月に1回断食期間設けるのは体にも良さそうですね、はい、1回リセットとかみんなよくやってる。そうです。何が一番美味しいか。確かに、結果出ますね。一番好きなご飯なんですか。焼肉です。焼肉でもいいですよ、だから。え、ボロボロになりそうじゃないですか。
そうね、じゃあ5個ぐらいいけるかも。1回月1できない気するんで、焼き肉、唐揚げ、あとそのうどん、あと2個何いけます。多分断食道場の方は考えて考えてかおかゆと思う。おかゆと薄いお味噌汁でした。だから味が濃いもんじゃないといいと思うんですよ。逆に味が濃いもの美味しく感じないのかな、敏感になりすぎてて。美味しくと感じても、うん、せっかく体きれいにしたのってありません。じゃあやめます、その愚かなこと。何すか、唐揚げ食べたいとか言い出したやつ。誰でしたっけ。でもあれじゃないですか、体にいいもので何が一番美味しいか。雑炊、おかゆ、うどん、味噌汁とか、はい、おかゆじゃない、普通の白米とかも美味しいかもしれない。確かに今あの感動を味わいたいな。本当になんか怪人になりましたもん。一人でいてたからとかできないんですけど、みんながいるから食堂みたいなところで食べるからと心がなってるのに、スンとした顔で食べてました。脳内怪人はね、脳内はもうやべーよーみたいな感じになって、おかゆでドロドロになってましたもん。もうドロドロ僕もなんかやっぱ砂糖抜いた後、砂糖やっぱすごいですもん。言ってましたね、脳が震えるみたいな感じ。脳がジュワーッ、それは何が出てきたのかって、肉汁みたいなやつ。何なんだろう、イメージで言うと、うん、脳の表面に油みたいなものが浸透してくるんだと思います。本当にそれがよく脳汁なのかな。1年砂糖食べたかったんですよね。僕は2回ぐらいありました。脳に駆け上がる感じ2回経験してるんですね、はい。砂糖立ちしたことないんで、30年間砂糖立ちしたことない女が、それに砂糖取ったら脳がこいつこの砂糖食べなくなったみたいな感じで、多分脳みそは思うじゃないですか、うん、余計に美味しさも増して、なんか何回かやってたら、これじゃ1年に1回こういうことする男だみたいな感じで脳も思うじゃないですか。何か随分なんですか、自分なんですけどね脳の中にいるセンサーみたいな人が、はいはい、でも私とかだったらこいつが砂糖立ちなんてするはずねって思ってるのに、本当になくなっちゃったから食べるんじゃねえってなっちゃうかもしれない、砂糖が欲しい、そうなんですけれども、初めてじゃないかな、続編やります。人間チャンネル台湾における続編やります。どういうことですか。先日ね、ビュッフェの動画かな、インスタで今まで出会った一番最低な男を教えてくださいっていうので募集したんですよ、はいはいはい、でその時リアルタイムでピジェリアスを読んでたんですけど、うん、ストーリーってそのまま24時間表示され続けるじゃないですか。24時間もどん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 新しいのが来て、本当にこんな男の人いるのみたいな、いろんなのが出てきたから共有したいなと思って。前回 MVP が、前回 MVP はレディースデーか。そうそう、レディースデーだった時に割り勘にしようよって言って、レディースデー代も一緒になんか割られたんじゃん。果たして今回はどんな形でいるんでしょうか。結構まずあるある系なんですけど、うん、気になってるって言われて意識してこっちも好きになったのに、うん、やっぱり付き合えないって言ってきた男。なるほど、こういう人たまにいるじゃないですか。結構あるあるな気がします。でも確かに何なんだろうって思います。こっちが振られたんじゃないですか。でもなんかもともと好きになってると言ってくれたのに、こっちがその気になって、やっぱり違う気になったってことはなんかしちゃったのかなとか思うじゃないですか、うん、その推測がしんどいですよね。確かにね、多分なんか来られたら嫌みたいな、勝手に好きな分にはいいけど向こうが好きってなったらすれ違うんだよねみたいな、うん、それはまあそういう人なのかもしれませんね。次いきます。私が嫌なことをするとカウントアプリでカウントしてくる、カッコ今日ポイント増えたよって言ってくる。うわ、何それ、これ何ハラですか、これがモラハラですか。カブハラカウントアプリカウントアプリハラメント。それって誰が考えてもそれやられたら嫌っていうのは多分分かるじゃないですか。はいはいはい、なんでやっちゃうんですか。彼氏は多分彼女の変なことですよ。これによって彼女がよりいい女性になるっていう。ああ、自信持ちすぎちゃってるの、うん、かつ失礼だけど彼女のこと勝手に下に見て、うん、俺が育ててやってるみたいな。そうだと思うんですけど。なるほどね、はい、お母さんが子供にしつけのために悪いことしたら何かするっていうのは普通ですもんね。そう勝手にじゃあその感覚になってるのか。多分俺がちゃんとしつけてやらないとなみたいなことですか。チャラお前がちゃんとしつけてやらないとなです。髪長いですね、きっとこの辺とかね。あと襟は絶対切らないです。なるほど、うん、嫌だ。嫌ですよね。共有してるんですかね、アプリとか。最終的にポイント貯まったら何かくれるのかな。逆か、逆でしょ。ちょっと待って、1ヶ月に10貯まってないけど、来月はせめて7にしようねみたいな、うん、そうそれ逆に付け返したらやめろよってなって、いやそれやってるんだよってなって、お互いやめようってならないのかな。あ、なるほど。じゃあそちらがカウントアプリ作るならこちらもつけますって。逆に彼女さんはカウントダウンアプリつけてくるね、分かるまでの準備進めるんだ、はい、そうしましょう、うん、もう準備進めましょう、うん、カウントダウンアプリ作ってスケジュールもねちゃんと立てて、そういう時ってじゃあそれでそういうことされたから別れようって言ったらなんでだよとか言うんでしょうね。俺がお前のこと頼んでたのに。最後結構おちゃらいですねへこんでたもん。どういうこと。バイト終わりに呼ばれてわざわざ彼の地元まで行ったのに到着した頃には寝てた。一人で満喫オールしました。うわかわいそう。
本当にただただかわいそうだから紹介させてくださいって感じです。あの絶望感ありません？友達と約束したのに連絡つかないんだけど、うん、来てって言われたからバイト終わりに疲れてるけど、うん、でも来てって言われてるしと思って何なりちょっとルンルンで多分ですけど、なんか臭くないかなとか髪の毛乱れてないかなとかそわそわしたと思うんですよ。はいはいはい。そわそわした気持ちとか、うん、ブレスケアとかそのためにやった前髪のワックスとか、うん、それ代返してほしいですね本当に。ああ、それこそね、うん、それこそデート代返すあれだけど、うん、準備したけど来なかったら返してほしいですね。でも多分ですけどこの男の人も悪気ないから普通に多分次の日とかも本当にごめんみたいな感じで言ってるんだろうな。確かに。次これ結構グロいです。インスタの親しい友達限定のストーリーの中で私のことを ATM 兼家政婦と呼んでいた。きつくないですか。まあ、まず親しい友達に書くことが悪いのは大前提として、もうせめてその親しい友達選んでくれよ。自分にそれが来ない友達ぐらいを選んでくれよ。ショックすぎて言いたくないから、まあ、そもそも書くないですけど。私がその子の立場に立って勝手になんかその共感性悲しくなりました。でも好きだったから付き合ってるわけだから、そんな人を好きになっちゃった自分に対してもう自己嫌悪みたいないろんな気持ちが生まれちゃいますね。そもそもショック。でもそんな人を好きになってる私も、てかこの時間何、そもそもなんで友達は私が傷つくって分かってわざわざあんたの彼氏こんなこと書いてるよって教えてきたんだろうとか、もう各方面に全部やる。来たらお母さんから連絡来てね、荷物送ったよとかって言われて、お母さんってなってます。絶対いい人現れます。言ったら家政婦と思われるだけの実力があるんで。もう家政婦とお仕事だから、プロとして二分で笑われるぐらいだから絶対いい人で現れます、うん。別れ話をするときに別れたくないって言ったら、じゃあもう一回好きにならせてみてって言われた。キモ。もう素で肝ですよね。なんで上からなんですか。でもめちゃくちゃ深みしたらそれでキモって思わせて嫌いになせるっていうできる彼氏、うん、このままだったら辛いと思うから、だったらいっそのこと嫌われた方がこの子楽に次に行けるだろうなっていう、うん、でも願い下げって書いてるねこの子、うん、本当にそうかもしれない。どうしましょうこれで、本当はもっと一緒にいたかったけど実は俺は病気でとか、アナザーストーリーみたいなのあったら、彼女が願い下げって書いてたのにボコって血入れてるからし、いや笑ってダメですよ、お客様とか笑ってこれでいいんです、あの子は幸せに見れば。え、泣いてよ泣いてよで、男とも大事とかに、お前それ本当にいいのかよ、血を吐きつけてね、こうって。じゃあ何してるか連絡取ってあげてください。でも私これマジ相手だと思ってて、私これ小栗旬とかに言われたらドキッとします。ああ、なるほどね。じゃあ俺のこと好きにならせてみてみたいな、そう一番上手になるから、やっぱそういうセリフって言っていい人と言っちゃダメな人が世の中にいて、自分がどっち側の人間かっていうのを把握していないっていうことが愚かですね。付き合う前じゃ分からんすけど、うん、確かに付き合う前で、じゃあこの大好き付き合おうって言って、うん、じゃあ俺のこと好きにしてみせてよとかだったらちょっと可愛いってなりますよね、うん、このセリフがどうしても言いたい男性の方はせめて付き合う前でお願いします。次いきます。束縛が激しすぎてバイトが終わった後、今日は何人の男と話したと毎回聞かれていました。すごいですね。すごいですね。話すだけ。もしかしたらその方のバイト先が、うん、まあ、キャバクラとかとかですね。うん、言い方的には違う感じはしますけど、あ、そっか、それだったらちょっと嫉妬しちゃうか。もしかしたらガストだとしましょう。うん。としたらどこまで言わなきゃダメですか。バイト先の人とお客さんも男性の方いたから、うん、猫も多分オスだし通りますにゃーとか言って、うん、もうあれが誤解だったから猫も入れるんだ。で5台あるから5人でしょ。寝ない方がいいです、うん、次行きます。あ、これ嫌です。婚活アプリで初めましてで会った人に、うん、目の前でアプリのプロフィールを開きながら照らし合わせながら話をされたこと。それはどういうことですか。見た目ってことですか。いや、だから多分アプリのプロフィールをこうやって開いて、出身地が東京ですか。東京ですね、はい。なるほど。面接みたいに。なるほど。ってことは保育士やってて、ああ保育士ね、はいはいはい、みたいな感じじゃないですかね。尋問みたいな、ちょっと、うん、かっこいいですよ。プロフィールちょっと持ってるかと思いました。違う人かなっていう。あ、そっか、それも嫌っすね。写真は可愛いですねみたいな感じの。いや、あ、それもあるな、うん、こうやってプロフィール写真で見比べて、え、これ実物ですよねみたいな。いや、それもあるな、どっちも嫌。いっぱいやってるからもう慣れですかね、男側も。じゃあ本当に面接じゃないですか、ね、もう慣れちゃって、うん、じゃあ次の方は、あ、こちらの方ですねみたいな感じで顔と照らし合わせながらってこと、うん、やだ。いいですね。せめてバレないようにやってほしい。確かにこの人にバレてるってことは多分こうでしょ。確かに、うん、よくない、うん、あ、これ謎なんですけど、付き合ってる時にお前俺と付き合ってること親に言ってねえだろうねってなぜか怒られた。なんで親、まあ、彼女側の親ってことですか。多分。へえ。なんでだろう。あれかな、昔付き合った彼女のお父さんがめちゃくちゃ厳しくてお父さんから嫌がらせをされた経験があるとか。一つ可能性あったんですけど、うん、お母さんと双子してる。
よくそんな発想いけますね。怒るっておかしいですもんね。そうですそうです。お母さんに言ってないよね、恥ずかしいからやめてねとかじゃないですもんね、うん、怒られたって言ってるんで、まあ、もう一個が実は死んでるっていう彼氏が。どういうこと？実は死んでるから。誰が？彼氏が。なるほどね、うん、こんにちは、お付き合いさせてもらってます誰々くんとって言って、うん、誰々はもうってなった時にバレちまったかみたいな感じで、うん、へー、4人も奇妙な物語、デートしてくるねって言って見に行ったら一人でなんかそうなんです。彼女がお前やめてよとか言って、今日何しての一人でこういうんで、普通に彼氏とデートしてただけだけど、あなた一人でいたわよ。どっちなの、お母さんと二股か、もう死んでるか、どっちもやだな、どっちもやだ。気をつけてくださいみたいな。気をつけてくださいまだ結構あるな。これもマジ謎、元彼に開封済みのお土産のお菓子過去8割食べてあるやつをもらった。なんで我慢できなかったの。お土産渡すまでせめてお土産渡して、せっかくだから一緒食べようだったら全然いいのに、なんでそれを先にやっちゃうんですか。彼女も混ぜて、じゃあもう渡さなくていいよ。ボーリ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 え、まだあるよな、よし、はい、じゃあ可愛いな。それ言ってくれたら、私も結構そういうの弱いから、うん、逆に可愛いとかなっちゃう。確かに。ごめん、ちょっとこの前あの北海道行ったやんか、うん、お土産買ってきて、うん、残してたね、エミドもこれね、うん、もうちょっと食べちゃって可愛い、え、可愛い、これ残りやけど、いる、なんで食べちゃったのってなります。可愛い、え、これいいですよ。失態が私みたいなものだったら逆に好感度上がっちゃいます。まあ、怒るの多分言いますよね。まあね、怒るなら怒られてほしいですよね。で、それで終われるじゃないですか。確かに確かに、うん、この感じだったら、そういえばあれ何だったんだろうみたいな疑問が残っちゃいますよね、うん、だったらもうどっちが結末になるかわかんないけど、ここで終わらせたいですよね。結婚式のね、キスする直前に一般だなのあれ。確かに、そういうのって本当何でもない時に思い出しますから ね。子供産んで、ああ生まれた生まれた時に、例えばあれとかって。なんでな。一生。でも本当になる可能性あるから、ね、それ気をつけてくださいね。これも謎。誕生日予定空けておいてという言葉を最後に連絡が途絶えて、そのまま自然消滅。SNS で生存は確認しました。なるほど。なんでじゃあ予定空けさせたの。ひどくない。だったら予定入れるんだけど。めっちゃでもこれ深読みすると、うん、タイムトラベラーね。その日になんか事故え、東京リベンジャーズみたいな事故起こすとか分かってんですよ、その日に。誕生日、あ、家から出たら、そうですそうです、うん、取り伏せてたんです。で、なんでそこから消息立っちゃうんですか。まあ多分未来の技じゃないですか。あ、過去のアフターケアまでできなかったのか。そうですそうです、多分怒られちゃうんで時空警察に。ちょっとドラえもんの要素も入ってる。時空警察とか言って。じゃあタイムトラベラーだったんだ。ありがとうですね。じゃああれ何だったんだろうじゃなくて、ありがとうですよ。これ合ってますよ。合ってないよ。普通に泣いてですよ。タイムトラベラーとかお母さんと二股とか。何なんですかさっきから。あれおかしいですね。ずっとおかしいですよ。次行きますね。はい、ちゃんと言いますよ。これ普通にすごいなと思うんですけど、年齢半分の私に630万借りてた、うん、ってきたんですけど、まず630万貸せるのすごくないですか。半分ってことだって50と25とかそういうことですかね。うん、この高校者さんがすごいっていう。その子は60歳かもからですね。あ、そこそこで30歳の、あ、できないですか。だからこの方が60歳で彼氏120歳かもです。絶対違うよ。アイコンめっちゃ若そうですよ。推定20歳とか630万稼げる貯金がある若い女の子、すごいですね。かっこいいですね。かっこいいですよ。これめっちゃいいです。公園でカレーをテイクアウトで食べてたら、うん、食べきれなくて公園に捨ててた。え、どういうこと。うん、その瞬間に多分その人の人間性が出たんでしょうね。なんでそんなこと作るんですかね。わかんない。それよくないですか。これも謎です。バイトに行く交通費がないと言われて1000円貸したらパチンコで使われました。うわ、1000円って大きいけどさ、みんなこと言って無理やり1000円借りてまでその1000円でパチンコ行きたいって、なんかちょっと中毒か。金額がリアルすぎて1000円を借りて、しかも交通費がないっていう、嘘ですね、うん、めっちゃしょうもない嘘で、なんで判明したんですかね。爪が甘いですよ ね、 あ、なるほどね。こんな人がいっぱい世の中にはびこってるんだっていうのが嫌ですね。これなんか嫌なんですけど、 DV の元彼が私の靴もサンダルも全て捨てて家から出られなくしてしまいました、うん、まあすごいわ。考え方がサイコパスですよね。軟禁ですね、ほとんど。考え方が超おさらいですよね。まあでも持ってったらね、そうだ、足を切ればいいのかなんじゃないですか。まだ序盤でよかったです、はい、確かによかった。次、これリアル。レストランで一つしかないメニュー表を独占して見せない男、まあ、いますよね。いますよね。だからもうほんとこうですよね。何食べようかな。よし、ピンポーンみたいな。
いますよ、たまに。俺がもつ鍋で、何する店員さんここにいて、2人いたしましょう、みたいな。早く決めろよ、せえな。ごめん、ドリンクバー、すいません。かわいそう、かわいそう、かわいそう。そういうことですよ。で、なんか、ねちねち文句言われて、お前さ、ああいう時すぐ決めろやん。恥ずかしいじゃん、俺が。ごめんね、でも600万早く返して。なの年齢半分の人なの誕生日何する？見たけだけどどうする？全部同じとたまにこういうのありますよね、短編集とかで、はい、もう怖い次いきます。今かなと私過去元カノをインスタのストーリーで皆さんはどっち派とアンケートを取っていた男。やばすぎ。アンケート機能の一番嫌な使い方してますよ。そういうのってさ、法律でできないのかな。今この元カノ企画違反とか世にさらして結果とかで例えば 10% と 90% とかになって自分は 10% とかだったらめっちゃ心傷つくじゃないですか、うん、しかも多分周りも今の彼女と付き合っても知ってるから気使って書きますよ、多分こっちの方がいいって、うん、でやっぱお前可愛いって焼いてるよとか言って、で元カノはなんで別れてんのよ、勝手に写真使われてんのから始まって。確かにね。だからそのさっきのストーリーなんかする ATV とかセーフみたいな言ってたやつもそうですけど、うん、自分で勝手に手間かかることして自分の評価を下げてるから本当に誰も得してないですよね。まあもちろん相手も嫌な気持ちになるし、関係ない人も普通の感性の持ち主だったら嫌な気持ちになるでしょうし、本当に誰も幸せにならないことをやってました。今の彼女も嫌じゃないですか。確かに。勝ってても嫌し、なんで比べられなきゃダメなのみたいな。確かにね。もう過去は過去じゃないみたいな。なかなか衝撃です。結構今まで一番かもしれないです。うん、リアルでエグいですよね、なんか。これ最後です。最後お金系なんですけど、合計3500円のお会計で、あ、2000円でいいよって言われておごった感出された。あれなんかトリックですね。トリックですよね。これすごくないですか。なんかいいよと言ったら安く感じますね。詐欺師ですね。これ本当にこれには使っちゃダメだけど、いいことにはこれ使ってほしい。相手が気持ちよくなるみたいな。うまい使い方できないかな、これ、うん、意外と難しいですね。同じ方法ですけど、ユミさん東京住んでて僕が大阪いるじゃないですか。どこで遊ぶみたいなのって、あ、奈良で、奈良でってな。あー、なるほどね、なるほどね。ユミさんめっちゃ移動距離長いけど中間で合ってるっぽい感じにしてくれるみたいな。ああ、それはめっちゃ優しい。あ、そういう使い方ですか。なんで僕の方が近いんですか。あ、そう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 、はい、それはティー君がいいのか。今だから騙されてるんですよ、うん、まんま。確かに。あ、本当だ、もう法則が成立しちゃった。そうそうそう、だから向こうに有利なことが一番いいですかね、逆に言うと。ああ、なるほどね、はい、東京に住んでて、はい、ティー君が大阪に住んでて、ティー君からもうちょっと遊ぶとこ今度横浜でいいとか。優しいってなります。このままで来ちゃってもらっていいとか。あ、それだわ、それだわ。え、優しいってなります。さっきのだとごめんなさい、100円もらっていいとかって言ったらめめっちゃいいですか。それは眠しいけど、金はちょっとなんか生々しくなっちゃうか。例えばだけど、うん、じゃあ2万とかちょっと高いお会計、うん、の時にごめんちょっとじゃあ2円もらっていいとかって言ったらこれはどうですか。おもろいっす。2円だけいいかな今日。あ、でもなんかいいかも。どうせ俺ちょっと金やばいから俺にから2円だけちょっといいかなもらって。あ、いいんじゃないですか。面白い人だなってなります。俺とかにも。あ、確かにその方がいい人感出る。気使わせないようにジョークもちょっと入れてくれてみたいな。もう結構いいかもしれない。気づかされちゃいましたね、この3500円の2000円男から。もうすごいトリックですね、それ。すごいトリック。私も最初文章だけでパッと読んだ時に読み直しました。ほんとちょっと計算苦手な人だったら帰って別れて電車の中で気づくそうですね。ありそう。あ、本当にじゃあ算数苦手な彼氏さんとかで少なく払わせてあげようと思って言ったけど、あるかもですね。あ、なるほどね。天然っていうパターン。天然みたいな。でもさ、普通に考えたらそうじゃん。これテクニックでやる人います？いや、だいぶ詐欺師ですけどね。ですよね、うん、多分普通に天然か本当に算数苦手みたいな感じで安く行ったつもりだったんだけど結果的に高くなってて。でもお金系で気づきません？さすがにお金払ってたら。確かに。2000円ありがとう。で、僕が1500円。ああ、違うってなりますよね、うん、で、2000円払っても500円釣りくるから。そっか、うん、あまりにも天然だったのかな。天然界の中のトップクラスの天然みたいな。いや、そのバカですそれ。天然で優しくしてるんです。優しく言うと本当にもうド天然みたいな、うん、天然界隈の中のトップクラスの天然さんだったの。バカでしょ。バカです。それはバカです。はい、以上です。どうですか、はい、MVP。 僕はもう圧倒的に今かの元かの、あとは全部彼氏がいい人でしたね。え、幽霊だったりタイムトラベラーだったり。タイムトラベラーだったりじゃないですか。私めっちゃ地味にこれをする人はもう絶対ろくな人じゃないなって思うので、レストランで目に見せてくれない人です。ああ、それね、多分ね、僕の思いとしてはこれを食べてほしいんですよ。これをこれ美味しそうだよっていう。うーん、なんで考えてる間、はい、これでなんかサブリミナル効果みたいなやつ。そう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 。なんで全部フォローするんですか。絶対男
ックは最低なのに何でもフォローできる人になってますよ、ね、くんってフォロー得意だから結構こういうのもフォローできるようになっちゃってますよ。じゃあこれフォローしてもらえますかね。インスタの親しい友達限定のストーリーで私のこと ATM 兼家政婦と呼んでた。この男側の主張をせめて言ってあげるとしたら何ですか。絶対そんなこと言わないですか、普通に考えたら。言うわけです。 ATM はみんなが思う ATM じゃないですよきっと。どういうこと。稼ぐは稼ぐじゃん絶対。だから多分 ATM が愛してる、とても大好き、ものすごい料理がうまい兼稼ぐ、まあ、厳しいですけど、はい、もしかしたらそうかもしれないから、だから気を落とさないでっていう。そうです、そうです、ね、はい、それで悲しい気持ちにならないでっていう私たちからのメッセージです、はい、ありがとうございました。でこの後も私たちは楽しくガストを食べります。食べろー、食べろー、語ろー、またこの前